はい。今回は第80回オークス予想です。えー、その前にですね、先週は G1 外れたんですけど、その一つ前のね、新潟のメインレースね、えー、なんとかあ、引っ掛けることができまして、えー、その日は負けはなくなったんですよね。はい。まあ、先週はね、えー、本命馬が4着だったんで、もう言い訳のしようがないんですけど、まあ仕方ないなということで。はい。 えー、えー、13番「十三番ラブズオンリーユーなんですけどえっ、ー、と DMM の馬っていうところでええー、ちょっと嫌いたいなっていう部分はあるんですよねやはり一口やってる身としてはあのこれは認めたくないなっていうところはあるんですけどまあかなり能力は高いと思います。 で忘れなぐさですかね、あれはフレグモネ明けで,しで仕上がってなかったようなので、でそれであの勝ち方なので、ねえー、相当強いと思います。で、金曜輸送で東京入りしてるんで、えー、そこらへんがいいのかもしれないですねあの、ゲート不安ともまれの心配っていうのはやっぱりあると思います。初の多頭数はい ただ今の東京は合いそうだなっていうところはあります。ですけど、そういった不安定もありますんで、えー、本命にはできないかなと。はい。えー、3番のコントラチェック。はい。えっ、ー、と、もうこの枠順入った時に本命考えました。あの、今年3番が調子いいっていことですよね。十番でね。あの、先週も絡みましたけど、人気薄でもね。えー えでき今日ね、あのー、キャロットクラブのパーティーが確かあるはずなんですよ。あの、知り合いも、えー、行ってるんですけども、昨日あたりからもう前乗りして東京の方に。今日品川のホテルで、どこなんですかね、プリンスホテルですかね、どこかな。まあ大きいところで、キャロットのあれがあるんで、もしこれでね、あのー、ダミアン・レーン騎手が勝ったら、 縮小会的な感じになるのかもしれないです。ダメアン・レーン・キシは来るか分からませんけど、ほとんどの、まあ、ジョッキーは来るはずなんで、で新人ジョッキーも、ね、顔見せで来ると思います。はい、えー。でね、この馬はね、ジョッキーが乗るとテンションが上がるから、えー、杉原騎士に乗せていたんですよね。えー、追い切りの時、レーン・キシは乗らなくていいという言われたようなので。で、藤井 スターははね、NHK マイルではグランアレグリアでね、最終追い切りでルメール乗せたのが良くなかったとは言われてますね。あのー、通常通り杉原騎手ですかね、えー、乗ってもらってた方が、あのー、良かったんじゃないかというとは言われてます。はい。えー、ちょっとね、 前だけ行くっていう感じの逃げ切りだけのパフォーマンスだったんで、本命にはできないかなと、えー、思いました。はい、えー、2番、クロノジェネシス。はい。えー、まあ、お姉さんがね、あの、ビクトリアマイルで、ノームコア、えー、勝ちましたんで、えー、血統決闘的に今のババなら合うんじゃないかって言われてます。で、 えー、クロノロジストの2018っていうのも今年のセレクトセール行っちゃったのかな。あのー、まあ、有力今、あのー、この決闘は走るんでしょうね。やっぱり注目されてますね。えー、で、北友がね、あのー、北村雄一が下手乗りしなければ、ジュメダイルフィリーズも、桜、えー、もね、もっといい結果に終わったんじゃないかなと思ってますし、えー まあ、下手に乗らなければ上位には来るんじゃないかなとは思ってます。ただ、内訳入っちゃったんで、えー、一番枠っていうところがちょっと引っかかりますね。はい、11番、シゲるピンクダイヤ。えーと、これはもうあの、えー、気象難だけが問題ですね。えー、前走ゲートの際にですね、えバ、ー、束を蹴りに行こうとしたくらい、 えー、悪いです、す尻羽ですかね、あのーに、今回ね、20面子で回収馬をするらしいんですよね。で、輪乗りも離れたところを歩かせるらしいので、そこら辺がいい結果出ればいいと思うんですけど、あのー、やはり希少な、そこの面でやっぱり本命にできないっていう部分あります。 はい、えー、8番ダノンファンタジーです。えー、まあ1006より1004向き、えー、だと思いますし、で、陣営は能力でカバーできると、この世代時期の頻波、えー、ならと思ってるようですが、距離ですかね、やっぱり。はい、えー、12番ウィクトーリア。 えー、で今回もね、流れ次第の競馬をするっていうことなんですよね。で、ゲートで、う、え、ち、ー、で、ゲート内でね、あの前後に揺れてタイミングが合わない時があるっていうので、そこが鍵でしょうね。はい。で、1番のジョディ、今回は何が何でも逃げるっていうことなので、この馬が、 あの、ペースメーカーなのかなと。で、14番、フェアリーポルカ、えー。もともと前からオークス向きと言われてて、えー、前奏ね、オーストアトワークで、えー、5着ですし、この馬、通ってきたんでね、抽選通ってきたんで、怖いなと思ってます。えー、大穴ならと思ってますけど。で、17番、名称勝,勝負、えー。桜除外になったっていうことで、ニュージーランドトルフィーからオークスという異例のローテンになってるっていうことなんですよね。 はい。で、16番のビーチサンバー。正直ね、これを本命にしようと、えー、途中で変えたんですね。で、掲示板に来る自信はあると陣営が言い続けてますし、あのー、間違いなく上位には来れると思います。スローの瞬発力勝負で浮上するっていうことになればね。ただ、ペースが上がるような感じなので、今日、 今回ね、あのー、うーん、ちょっとイメージが、他の馬に本命に触手が動いたんで、えー、やめました。はい、えー、本命はですね、えー、5番のエール・ボアンにします。はい。えー、で、オークスを目標と早くからね、えー、されてきてまして、で、桜は足を滑らせて、あの位置になった。 っていうのとで前でもいける馬で、えー、長くいい足を使えるんでねでそうですねあの桜、ー、花賞はねあの位置からでも32秒9ですがクロノジェネシスと同じ上がり使ってるっていう非常にもったいない競馬はいで金曜にねジョッキー含め作戦会議をしたようなんですねどうやらね ということで、で、4コーナーで早めに進出するはずなんですよ。えー、もしかしたらコントラチェックに合わせに行くのか、ダノンファンタジーに合わせに行くのか、えー。私はコントラチェックに合わせに行くのかな、行く作戦かもしれないなとは思ってるんですけど、もしかしたらダノンファンタジーですかね。どちらかですね。で、持久力の消耗戦にする作戦っぽいんですよね。どうやらね。 これ長くいい足使えると思うんで、ビクトワールピザですしねえー、これ、十分あり得るかなと。で、決闘的に見てもね、このまますごいいいんで、やはりオークスー、ここ狙うんならと思ってます。で、この人気なんでね、えー、単勝はこれ以上、えー、人気、えー 上がってほしくないんで、買ってほしくないんですよね。ええー。まあ、この馬から入っていきたいと思います。まあ、一応これ以外にも買うとは思いますけども、あの、10点だけ上げさせていただきます。